武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鹿児島大学の生物の勉強について話していくと思います。生物については、大問が4つで時間が90分、医学部に関しては、医学部医学科ですねに関しては、大問、理科2つで180分という形になっています。で、この問題に関してですが、まあ論述が割と多い形式なので論述対策優先となりますが、特徴として結構問題文が長いので読む時間が割とかかる形式となっています。まあそのためですね、時間に関しては割と追われる可能性が高いので、まあ書く速さを上げておく、読む速さを上げておくっていう部分の対策がいるかとは思います。で問題としては、まあセンターレベルなど、まあ日大レベルなど基礎的な対策終わってる前提で考えると、国公立標準問題集キャンパスなどをしっかり仕上げておいて、まあ記述論述の対策をしておく、まあもしくは理系標準問題集などを一冊仕上げておくというのも、ありですが、まあ、ただ理系標準問題集やった場合でもできれば、まあ、キャンパスはやっておいて記述論述の対策を、心がけておいた方が、いいかとは思います。で、まあ、用語を、まあ、選択で答える問題なども割と出てきますので基礎知識の確認、しっかりやっておきましょう。で割と問題文しっかり読めばヒントになる部分が多く書いてあるものも、少なくはないので、この部分に関してはうまくその問題文のヒントを利用するという意識を持ってですね、やるように心がけて、おいてください。まあ年度によって、設問の難易度も割と結構上下幅が大きいので、まあ年度によってはこれすごい簡単じゃんって思うことが、あったりはするんですが、その、ね、難易度で、来年出てくれるとも限りませんので、基本的にはまあマーチレベル程度の難易度を、想定してやっていくように心がけてください。以上が生物の勉強となります。